はい、皆さんこんにちは、しなたんです。と今回はノーミラーメイクにチャレンジしてみようと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速ノーミラーメイクに挑戦していきたいと思います。ちょっとまずは前髪を留めていきます。はい、こんな感じで留めました。もうね、ほんとノーミラーメイクってなんか結構 YouTuber さんの動画とか見ててもすっごい難しそうで、私ほんとできるか不安なんですけど、ね、コメントとかでもノーミラーメイクやってほしいですっていうコメントとか結構いただいていて、そういえばやってないなと思ったのでちょっと今回やってみようと思います。どんな感じになるかどうかわからないしすっごい不安なんですけど頑張っていきたいと思います。はい、というわけでまずカメラのモニターを後ろに倒します。わっ、でもこれ倒したらどんな風に映ってるか分かんないからちゃんと撮れてるかな、不安だな。はい、では始めていきます。よーい、スタート。ケイトの BB クリームを使っていきます。ファンデーションはまあいけるかなって思うんですけど、どうなんだろう。でもあれだな、ムラになっちゃいそうですね。え、まだこの段階はまだいけますよね、多分。ここなんだよな、絶対アイライナーとかマスカラとか眉毛も全然わからないですか、絶対不安すぎて。いけるかな。あれ、今おでこにやけどの跡があるんですけど、その位置もわかんないよな、どうしよう、怖い。うん、こんな感じでいいでしょう。続いてコンシーラー、ザシムのコンシーラーです。コンシーラーも、あ、でもコンシーラーはどこだろう、やけどここら辺かな。え、コンシーラーもどんぐらい叩き込めばいいんだろう、わかんないよ、ふわふわ、なんかどこ見たらいいかわかんない。どこ見ればいいのこれって。やけどの後も隠れてんのかな、やけどの後。はい、 OK です。キャンメイクのパウダー、ちょっと鏡がついてるのでちょっと見ないようにしていきます。取って、ここら辺はねある程度鏡見ないでもいけると思うので、まあ下地はいけるんでしょうね、多分下地はちゃんとファンデーションも伸ばしたしいけると思うんですけど、どうなんだろう、どうなってるんだろうか、白すぎないかな、大丈夫かな。 OK です。次は眉毛、眉毛いきますか。これもね鏡ついてるのでこうして取って、え、眉毛、眉毛、え、不安でしかないんですけど、え、いけてる、いけてるんですかこれって。え、なんか濃すぎてそう、濃すぎる、濃すぎてる、大丈夫、眉毛こんな感じで、はい、眉毛できました。これ使えば間違いないのでリンメルのロイヤルヴィンテージアイズ009番を使っていきます。右上の色をアイホール全体に飛ばします。アイシャドウもなんかなかなかいけると思うんですけど、うん、ちゃんとできてるのかな。はい、こんな感じです。左上の色を涙袋に入れます。涙袋怖い、下まぶたってすごい怖いですね。なんかまだこうなのかもわかんないし。はい、目はこんぐらいで、右上のやつを下まぶたの2分の1に入れます。こんな感じ、すごい緊張する。はい、で左下の色を上まぶたの目尻に入れます。引き締め役として入れていくんですけど、増えすぎた、絶対どっかにちょんってついたし今。はい、こんな感じです。できてますか。そしたらチップにとって右下の色を目の際、目の際、目の際、え、どこ、ここ、いけてる、絶対いけてないよな、目の際と下目尻、怖い、あ、やばい、変なとこについた気がする。できてるのかな、まあいいよ、もうこれでやめとこう。よし、こんな感じです。アイライナー、レブロンのカナステアライナー使います。うわ、めっちゃ鏡みたい、どうしよう、めっちゃ鏡みたい、ここからこれいきました、はい、こんな感じ。いや、怖いんですけど、めっちゃ OK です。これで大丈夫はず。待って、その前に忘れてました、涙袋の影
真ん中、あのキャンメイクのアイシャドウの真ん中の色、下の真ん中の色を使っていきます。ここら辺まで、いや、この辺見えちゃった。はい、こんな感じで OK でしょう。ビューラーもめっちゃ怖い。どうしよう。絶対挟めてないし、あ、この感覚で、あ、待って待って、起きたぞ。これは挟んでるよ。 OKOK できました。ビューラーマスカラ、ロレアルのフォクシールパピオン。え、マスカラもめっちゃ怖いんですけど。え、もう塗らないとこ、もう怖い。え、怖い。確実にいつもより絶対薄いはず。下は、え、下も怖いな。絶対マスカラついてる。まつげ下、まぶた絶対ついてるもん。しかもなんか目に入ってるし、マスカラ痛いよ。ノーズシャドウ入れていきます。ノーズシャドウはこの左下の色で眉毛からつなげるように。はい、もうあとちょっとだ。マックのウォームソールを使っていきます。チークはね、多分いけるんですよ。そんなにいつも濃い発色のやつ使ってるわけじゃないので、これは大丈夫だと思います。はい、こんな感じです。ニセのハイライト、鼻筋と T ゾーン、目の下、顎に入れます。もう次ラストです。ラストはリップ。リップは今日はチフレの748番を使っていこうと思います。これすごくね、綺麗な色なんですよ、ね、お気に入りです。はい、これを塗ります。はい、というわけでこんな感じでメイク完成しました。さあ、どんな風になっているのか、ちょっと鏡とご対面しようと思います。めっちゃ緊張する、何これ。はい、では対面します。まずやっぱりカメラのモニターを起こします。はい、行きます。なんか忘れてないよね、大丈夫だよね。オープン、じゃん。お、あれ、でも意外とどうですか。やっぱりマスカラ薄いけど、あれ、眉毛もいけてません？割とこれはいけたんじゃないですか？どうですか？はい、では鏡とご対面します。はい、では鏡オープン、じゃーん。おー、結構いけてるんじゃないですか、これは。え、いけてません？やっぱり、あ、もう全体的に薄いですね、やっぱり。あ、すごい、アイライナーひどいですね、こっち。こっちはまあ、あ、こっちは全然いけてるんですけど、こっちのアイライナーがすっごいことになってます。眉毛もそんなに、あれですね。そんなに、いつもと変わらない感じですかね。あ、ちょっといつもよりも細いかなぐらいで。こっちのアイライナー完璧だし、ちょっとこっちあれなんですけど、マスカラもまあまあ、まあ汚いっちゃ汚いし、全然まつげも上がりきってない感じあるんですけど、意外とできてる、いい感じですね。これは成功じゃないですか。ちょっとこれはもう来ましたね。ちょっとなんかいつもより顔薄くないみたいな感じのメイクになりました。はい、意外と思ったよりも鏡なくてもいけるかな。まあでも鏡、もちろん鏡あった方が絶対いいと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり一番怖いのはビューラーも怖いし、マスカラも怖いし、あとアイライナーが結構難しかったなって思います。他のアイシャドウとかはまあぼかせばなんとかなると思うし、まあ、眉毛とかもぶっちゃけパウダーとかで変えちゃえばそんなに
なんて言うんだろう、ペンシルで描かない限りは全然いけるかなと思うので、はい、やっぱりねこの目、このマスカラとかアイラインとかがすごく難しかったなと思います。はい、というわけでノーミラーメイク終わりました。こんな感じになりました。はい、ちょっと今日はお遊びな感じの動画でした。少しでも楽しんでくれたらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。みんなも挑戦してみてくださーい。